俺達にいちご下がりをさ誘われたの最近。おいいじゃん。でもさ、いちご狩りっていちごだけを食べるんでしょ。そうよ。そうだよね。何を食べてるいちご狩り。草でも食べてればじゃん。じゃあいちご狩りをもうメインなのは分かるんだけど、あ、ごめんね、ちょっと食べてください、ごめんなさい。あ、いいよ、続けて。で、だけど私はいちご狩りメインじゃなくて、なんかアウトレットとか温泉とか深めのいちご狩りがだったらありって言ったんだけど、あの、いや、いちご狩りメインに行きたい。じゃあメインがそれなだけで、別にその他は別にさ、行ったりはできたんじゃないの。でも その人は、いや、いちご狩りに行きたいと。いちご狩りに行きたいんだよ、私も、もう断りましたね。確かに、そのでも達也プランだったらさ、もういちご狩り早く終わらせようとするから、メインで。その人もその達也は分かってたから、それメインだよって言ったんじゃない。確かに、ていうか、私の場合だと、そういうのになんか、いちご狩り行きましょう、あ、いいよって言って、その他の計画わざわざ立てなくない。じゃで、ね、なんかこう、ドライブ中とかに行ってる途中とかになんか見つけたら、あ、ここ行こうよとか、帰りになんかじゃあここのご飯屋さん行こうよ、あ、じゃあここ行けばいいじゃんとかなる。いいけど、最初から決められたらちょっと嫌かも。でもなんか、そのグループラインにね、グループラインで入っあって、グループラインに、あの、いちご狩り行きたいなって、その友達がつぶやいて、あの、やってて、違う友達が、え、行こう行こう行こうみたいな、いつ行くみたいな、え、じゃあもう6、7行こうよみたいな、キンキンだねって話をしてて、え、じゃあ3月中旬に行こうよ、下旬に行こうよって言って、その子は返してくれてたんだけど、他は2人、達也ともう一人は全然仕方してるので、全然違う、アユの話になってるの。ごめんね、深夜。だからこれでまた太るんですよ、私たちは。やっぱね、YouTube のせいなのよ。うん、でしょ、ほら。いや、待って、でもさ、大食い企画やってないから。YouTube のせいなのとか言いながら、昨日私、指原と、あの、日高屋にいたんですけど、私、日高屋で、指原がよ、あの、大きい指原が私の頼んだやつを見て、ゆうさん、食いすぎじゃないって言われて。何食ったの。爆弾炒め定食に、餃子3個、ミニラーメン。爆弾、何それ。ちょっと、ピリ辛の野菜炒め。の定食。肉野菜炒めの定食。定食ご飯とスープとザーサイが少しついてるやつ。あと麺のね、その野菜がついてる、ね、野菜がついてるやつと、あと、餃子3個。うん。で、ミニラーメン。ミニラーメン、まあまあ大きかったよ。いや、そんなよ。黙れ、大入り。もう噛んだから終わった。大入り食いが。目大盛り野郎が。びっくりした。私より食べるけど、めちゃくちゃ。いや、多分量的にそんな変わんないと思う。知らんけど。私も人のこと言えないんだけどね、昨日さ、うどんもさ、食べたの、家で、一人でね、夜ご飯と。あの、鍋の残りも。別にさ、あのさ、一人だろうが、複数人だろうが、聞いてねえのよ。わざわざ。で。じゃ、鍋の残り物があったから、うどんも食べたの、それで。ああ、はいはいはい。うん、あ、違う、だからその中華も、お昼にそれを食べて、別に夜を食べたわけじゃなくて、うん、夜お風呂も別、お昼も別に食べてたのに、夜ご飯としてうどんも食べたし、肉も食べたから、そういう不摂生な生活してるから、ヘルペスできんのよ。これヘルペスじゃないよ。何それ。これ、あの、だってさ、口の皮をさ、剥く癖があって、剥、うん、きすぎて、うん。なるほどね。怪我した。この骨食べれますよっていう魚とかいるじゃん、柔らかい骨のやつとか、アユとか、もうしっかり焼いてたりとかしたら、食べれたりとか、サンマとかもさ、煮物でさ、しっかり煮てたりとかしたら食べれるじゃん。でもそれでもうちょっとでも入ってたらペッてやれちゃう。一緒一緒一緒。だからね、口の中にずっといるのよ、魚が。なんか一緒。私もなんかさ、給食とかでさ、うなぎとか出るじゃないのよ、蒲焼きとかさ、牛の日とか行ってささって、もうそっから食べなくなったね。無理だね。サバ缶が一番迷惑。ああ、あれ食べれるじゃん、多分もう。ああ、普通に太い骨までさ、ホロホロなるだろうけど、もう見ただけで骨じゃん。うなぎ食べれる理由って味じゃないんだ。そのちっちゃい骨っていうのがダメだった。いや、うなぎは食感でしょ。食感、味、あともう見た目、もうヘビみたいなんだもん。うなぎは大丈夫なんだよね。うなぎ、なんかうなぎ骨入ってる感あんまない。え、あるじゃん、なんか細かいのがダみたいな。え、でもそれ下手くそな店なんじゃない。え、ないよ、私あんまり骨感感じたことないの。骨だと思ってないのかな。でも私はうなぎも味もダメ。あれ、私もしかしてなんかその磯辺揚げみたいな、なんかそのつくわで見立てたうなぎ食ってる、いつも。なんかあるよね、うなぎもどきみたいなやつ、かば焼きみたいな。あれ、それ出されてた。私の実家そんな貧乏だったのかな。あれ。
だからだって家で、あの実家で、うん、うなぎなんて食べたことない。え、嘘、食べたことあるけど、あるけど、それがうなぎじゃなかった可能性はあるってこと。私だって、うなぎがダメだから、穴子もダメなの。だから、恵方巻きにさ、穴子って必ず絶対入ってるじゃない。あと、全部箸のこと押し出すからね。男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強。乾杯、疲労困憊、将来心配。ブス、あんたブスね、背負いだけ。のっけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。